むたぬき顔って丸っこい顔ね。この子はオスが3頭飼っていまして、1頭は今日、午前中予約があって、これは目が開いてるから表情がいい。見ればああいう風になるっていうのは分かるの？お父さんお母さんに大体近づいてまいりました。子犬たちが、この子たちが将来どうなっていくかっていうのは、ね、子犬の段階で予測はできますよ。予測するのは難しいですけど、でお父さんお母さん見てれば大体その方向に向かっていく。ちょっと間、うん、抜け入んな。チロリン動画、そこがマイポジションだから。はいはい、一周回って、よし、回ってこい。